太一 TV。 はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。今日はですね、ちょっと雑談っぽい感じにはなってしまうんですけど、街を歩いてて、ちょっとね、気になる姿勢の方というかがいたので、その方についてお話をしつつ、正しい姿勢はどうしたらいいのかなっていうね、お話をしていきたいなと思っています。はい、皆さん買い物よく行くかなと思います。買い物の時っていうのはね、どうしてもスーパーとかに行くと水とかペットボトルの重いもの買ったりとか、あと食材たくさん買い込むと、どうしてもね、袋が重くなって、こういうふうにね、両手で持ったりとか、片方に詰め込んで片方がすごく重くなってる方とかがいらっしゃるんですね。で、今日ちょっと気になった方っていうのは、その片方にすごい詰め込んでて、もう本当に丸っこく大きい袋を持ってるんですね。で、それをちょっとこう、なんて言うんでしょう、体を少し曲げながら、重さに耐えながら、こうやって一生懸命運んでるんですよ。はい、それがその1日だけだったらね、もちろんいいんですけれども、例えばそれをね、買い物ってやっぱり日々やっていくものじゃないですか。それをずっと続けてると、どうしてもね、これが癖になってくると思うんですね。で、どうしても人間って利き手非利き手があるんで、利き手の方でどうしてもね、多く回数を持ってると思うんですよ。そうすると、側腕って言ってね、体が、左右の非対称な状態に姿勢が歪んできたりっていうこともありますので、そういった日常の、動作っていうのもね、ぜひ気をつけてほしいなと思って、今回はこんなお話をさせていただきました。じゃあ、スーパーの買い物の時、どういうふうに持つのが理想かっていう話をすると、まずレジ袋でやるんであれば、重さを左右やっぱり均等ぐらいに分けていただいて、両手で持っていただくのをおすすめします。で、レジ袋っていうのはね、膨らんでくるとどうしても体から離れてくるんですね。そうすると不安定にもなりますし、腕とか肩とかにかなり負担がかけてくるので、実はね、体からあんまり離さない方がいいんですね。そうすると実は肩からかけるっていうのがね、かなり理想で、そうするとね、やっぱりマイバッグを持っていくっていうのは結構ね、いいんじゃないかなと思います。持ち手が長くて肩にかけられるマイバッグを2つ持っていって、同じぐらいの重さにして両肩にかけて体にピタッとくっつけると、かなり安定してね、運ぶことができるんで、姿勢に対してもね、かなり優しいんじゃないかなと思います。気をつけてほしいのは2つだけですね。体に寄せていくっていうことと、左右均等にするっていうこと。これを気をつけるだけで、その日々の買い物の姿勢っていうのはかなり良くなるんじゃないかなと思いますので、今日ね、ちょっとこうやって一生懸命運んでる方がいたので、気になってね、そんな話をしようかなと思いまして、こういう動画にさせていただきました。僕もですね、普段買い物するんですが、僕はですね、レジ袋をどうしてもね、使っちゃってます。なので、マイバッグをどっかのタイミングで買ってもいいかなと思うんですけれども、レジ袋の場合はね、できるだけ、例えばペットボトルを2本買ったんであれば、ペットボトルを分けて入れるとか、重さをね、均等にしていただけるだけでもだいぶ違うなと思いますので、普段ね、何気なくやってしまっているそういう日常の動作っていうのが、姿勢を歪めている原因になっているっていうケースもありますので、ぜひね、買い物のその袋の詰め方、ちょっとね、気にしていただけるといいかなと思います。マイバッグをお持ちで取っ手が長い方はね、ぜひ肩に背負って左右ピタッと、止めていただけると、非常にね、自然には優しいかなと思います。はい、ということで本日はね、ピーコの話もちょっと少なめになりますが、はい、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。トレーニングとか、姿勢改善の時だけ意識するっていうのはね、結構皆さんできるんですけれども、日常生活のそういう姿勢っていうのを見直すのも大事な機会かなと思いますので、ぜひ見直してみてください。